アンドレイ・ブラジー・ミロビチルータイは、ロシアの元フィギュアスケート選手。2006年カール・シェーファー・メモリアル優勝。妻もフィギュアスケート選手のイナ・見れば、イ1986年7月24日、ベルゴロド州で生まれる。6歳の頃にスケートを始めた。地元のスケートリンクが閉鎖されてから、サマラ州で1年を過ごした後、2001年より、 サンクトペテルブルクのアレクセイミーシンの元に移った。2002から2003シーズンから ISU ジュニアグランプリに参戦。2004から2005シーズンには JGP クールシュベルで表彰台に上がった。2005年夏に足を骨折し長期休養を余儀なくされる。2006から2007シーズンカール・シェーファーメモリアルで優勝。 ロシア選手権では2位となり、欧州選手権と世界選手権にそれぞれ初出場を果たした。2007から2008シーズンからは ISU グランプリシリーズに参戦している。2008から2009シーズン2回目の出場となった世界選手権では、ショートプログラム、フリースケーティングともにパーソナルベストを更新し10位に入った。 その後の世界国別対抗戦は、故障により危険した。現在はブルガリアでコーチをしている。小坂秋編、カラーズ2007フィギュアスケート男子特報青葉出版、2007年3月、P112 国際スケート連盟による、バイオグラフィー、男子シングル、フィギュアスケートデイズボリューム9大 X 出版、2009年4月、ピアニッシモも、15から18、 関東特集2009世界選手権レポート。ありがとうございます。